こんにちは、私は参政党の松田学と申します。南関東比例ブロックという言葉が今ありましたが、神奈川、千葉、山梨、この3県が、衆議院選挙では南関東ブロックというふうになっております。どうぞよろしくお願い申し上げます。今日の新聞見ましてもね、一面トップに出ていたのがバイデンさんとトランプさんのあの討論でしたね。このテレビでもちょっと見ましたけどね、YouTube ですかね、見ましたけど、本当に大丈夫かなと、この今のアメリカを象徴しているようなあのバイデンさんがですね、もごもご言ってですね、で矛盾したことを言ってると、いやもごも言って矛盾しているあの姿に今のアメリカを重ねては失礼かもしれませんが、しかしもうね、戦後日本がずっと頼りにしてきたアメリカはもう頼りになる国ではないということがよく分かるような、そういう討論会だったんじゃないでしょうか。私たちは第二次世界大戦で負けましてね、そしてアメリカに全てを頼り切って、アメリカに経済も安全保障も全部やってもらっていました。でその中で日本は経済成長を遂げました。そしてもう二度と戦争を起こしたくない、この決意のもとにですね、我々は経済成長、ずっと経済成長を追い求めてこれで済んでたんですね。でそれはアメリカとソ連の2つの大きな冷戦体制がありましてね、でこの冷戦体制の下で平和的な秩序が維持されてきたのが、ソ連が崩壊してから全てが変わりました。全てが変わった。ソ連に対抗するという意味で日本という国はアメリカにとってとても貴重な国でありました。日本が、日本列島がそこにあるだけで、そこに日本人が住んでいるだけで、ソ連に対抗する力になることができた。ところがソ連が崩壊してから状況がガラリと変わっているんですね。問題はソ連が崩壊してから日本の状況が180度変わっていることについて、日本の政治が未だに戦後の日本の考え方をずっと維持した体制になっていることなんですね。そしてアメリカにとにかく付き従っていればいいと、これに対して疑問を持ったのが安倍さんだったんですが、安倍さんはああいう形で一昨年倒れてしまいました。そして自民党がまた昔の自民党に戻ってしまっているわけです。では冷戦体制の後何が変わったのか、アメリカが昔のローマ帝国になりました。アメリカの連邦議会はローマ帝国の元老院のような存在なんですね。ですからね、もう世界を支配しているというアメリカになった。これを利用しようとした勢力がいるんですね。利用した勢力、しようとした勢力がいます。そしてその一部がネオコンという形で、今世紀に入ってから考えてみてください。20世紀の後半と今世紀に入ってからと、戦争の数がめちゃくちゃ今世紀に入ってから多いんです。でアメリカという国を使っていろいろな利権がですね、戦争を起こしていく、中東で次から次へと戦争を起こし、そして最近ではウクライナ戦争も起きたりしました。でこういう話をしますとね、お前は陰謀論言ってるんだろう、参政党は陰謀論者の集まりだという人がいるんですが、でもこれは世界の常識です。欧米の人たちは、かなりの人たちが気がついています。日本ではメディアの報道がああいう感じですからね、我々知らされていない、一方的な情報しか入ってないんですね。例えば昨日のバイデンとトランプとのあの討論会、あの中で、トランプに対して連邦議会襲撃、2021年の1月6日、まだあの時の大統領でした、あの時の話が出てきました。そしてトランプはあの時に連邦議会を襲撃することを示唆したということになって、今それも原因でですね、あの裁判を受けてるんですね。ところが現実は何かと言いますと、トランプはこれね、平和的にやりなさいと言ってるんですね。でそこの部分はなんと当時 SNS で削除されている、トランプのアカウントが削除されているんですね。でそうやって彼の、とにかく彼はとんでもない人間だというふうに仕立て上げられてきた、そういうことをアメリカ国民分かってます。ですから今回も34の罪で有罪判定を受けました。かえって支持率が上がってるんですね。そして今回選挙結果を受け入れますか、今度の大統領選挙、こういう質問に対してトランプはこういうふうに答えてますね。公平で合法的なものであったら受け入れると、当たり前のことを言ってるわけです。
それは公平で合法的なものだったら受け入れる。ところが日本の新聞見ましたらね、有権者に誤解を与えるとんでもない発言だと書いたんですね。いつまでたってもトランプは悪者だと。で、公平で合法的であれば、いわゆる多くのアメリカ国民が決してそうではなかったというふうに思っているから、そういう発言をしているということをこそメディアがきちっと伝えなきゃいけないのに、とにかくトランプはとんでもない人なんだという脚色をするような報道が今何日本で流れてるんですね。じゃあなんで今トランプの支持率があそこまで上がってるのか。今回の討論会の結果、トランプが当選する確率は 67%、 つまり3分の2まで上がってるんですね。そこまで来てるのに、いまだにトランプはとんでもない人だという報道してる。完全に日本は民主党側のメディアになってる。日本のメディアはアメリカ民主党の宣伝機関に出してしまってる。独自の立場を持っていない。何をやってるのかというね、アメリカ国民の意識もかかってるんですね。そこのところをね、きちんと報道しなければメディアの役割を果たしてない。まあ、それぐらいアメリカという国の特定の勢力に従属している。日本がアメリカに依存していた第二次世界大戦後はまだ良かった。今は違うんです。日本が依存しているのはアメリカという国を支配している勢力に日本が支配されていると、こういう構造。アメリカ全部じゃないんですね。アメリカにはトランプを支持しているような、そういう健全な常識的な方々が国民の多数を占めるようになってきました。でもそちらは無視して、アメリカを支配している大きな勢力、まあ一つはネオコンといいますね、あるいは国際的な資本、資源の利権とかいろんな利権がありますね。そういったものにアメリカという国が使われてるんですね。積極集中、ソ連がいなくなってアメリカが世界で唯一のスーパーパワーになった、それを機化として、そのアメリカを利用している勢力がいるということですね。これはもう常識です。で、私がなぜこういうふうに断言できるかというと、私は大蔵省に昔勤務しておりましてね、金融という世界から見ていました。もう完全に金融という勢力がアメリカという国を使ってアジア通貨危機を起こしてみたりですね、いろいろなことをしてきました。で、そして日本の金融を支配しようとしました。冷戦が終わってソ連がいなくなって、気がついてみたら日本は金融あるいは産業でもそうですね、半導体もそうです、もう世界でもう驚異的なスーパーパワーになろうとしていた。アメリカとしてはこれを恐れたんですね。で、日本の強さを知ってますから、第二次世界大戦で戦ってますからね。ですからこの日本が次のアメリカにとっての敵になりました。日米同盟がありますから、これは表立って敵にはできません。じゃあどうしたか。経済面で日本を従属化に置こうとしてきてやってきたのがね、これが小泉構造改革の流れではないですかね。で、結果として何が起きたか。日本人は自分たちが戦争で悪いことをした国民である。したがって日本人は過去を反省しなければならない。私もそうですが、ずっと学校時代からそのように教わってきた日本人はその時にどうしたか。アメリカが言ってることが正しいんだ、私たちはアメリカによって民主主義を教わったんだ、そして軍国主義でない国になったんだと、みんなそういうふうに思ってますから、アメリカの言った通りやらなければいけないんだと思い込みました。そこに突き込んできたのがアメリカでありました。日米エンドル委員会、日米構造協議、いろんな協議を通じて、私も現場で戦っておりましたんでね、完全なる内政干渉ですね。日本人はそんなに働いてはいけない、もっと休んでお金を使いなさい、アメリカの製品を買いなさい、そんなことまで言ってきた。まあ、その流れの中で最近働き方改革といって働く中改革になってしまいました。日本人は勤勉な日本人を怠け者にしようとする、そういうことまでやりましたね。そうやって日本の競争力を阻害していく。半導体けしからんと言ってですね、そして協定を結ばせて、で結局日本の半導体王国がなくなりましたね。まあ、結果としてね、韓国や中国や台湾がね、もう強くなっちゃいましたけどね。そして金融面でもそうです。大蔵省を解体しなさい、あそこはけしからん役所なんですと言って、いろんなノーパンしゃぶしゃぶとかいろんな事件を起こしましたね。そしてそれを日本のメディアはアメリカのそういう勢力に仕えてますから、とんでもない人たちが大蔵省にいるんだと言って
解体まで持っていきましたね。結果として日本にとって一番強かった分野、アメリカが強敵とみなしていた日本の官僚機構は、とにかくメディアが叩いて叩いて叩きまくって、今や、こんな優秀な人は官僚になろうとしなくなりましたね。まあ、別に東大が優秀ってわけじゃないんですよね。だけどあまりにも東大生が行かなくなりました。みんな外資に行くようになっちゃいました。外国資本に日本の優秀な人たちが使える国になった。もう完全なこれ植民地化の典型みたいなものです。でこれを私は、これ現場にいたら分かったんです。私の中も結構分かっていたと思います。しかし皆さん自分の身が大事ですからね。そんなことを言ったらどういうふうにアメリカから報復されるか分からない、出世もできなくなる。そうやってみんな黙ってしまっていました。でも私は黙っていられなかったです。黙っていられなくて、それで大蔵省を飛び出し、財務省を飛び出して政治の世界に入って、多くの日本の国民にメディアが言ってることは全然本当のことを言ってないよ、これは世界を大きく支配している勢力のはしためになっている、我々はそれによってしか情報を得てないんだ、そういうことを気がついていただいて、もう一回日本という国の軸をもう一回日本という国の軸を取り戻そうではないかと、こういうことをずっと一貫して、この20年以上、主張してきております。最初に2010年この神奈川で参院選挙、立ち上がれ日本という政党を石原慎太郎さんが呼びかけて作りました。大蔵省を飛び出してそちらの方に私は旗のもとに馳せ参じて、参院選2010年の参院選を神奈川で戦いました。もちろんできたばかりの政党でしたから結果は出せませんでしたが、そのちょっと後に日本維新の会と合流することになりまして、私も衆議院議員をやりました。常に石原慎太郎さんと一緒に私は行動を続けてきました。もう石原慎太郎さんも亡くなってしまいましたが、一緒に行動を続け、日本維新の会も、我々の信念と違っているということで次世代の党に分党しました。そして私は石原さんと一緒に次世代の方に行きました。そして選挙を戦い全員落選しました。なぜかというと、メディアが正しい情報を伝えていない中、日本では日本の国は自立しようではないか、こういうことを言うのは危険思想であるとみんな思い込んでるんです。極右であると思い込んでるんです。だから次世代の党まだできたばかりで知られてなかったけれども、そういう主張をする政党は危険な政党なんだと多くの国民が思い込むようになってしまいました。ところが見てください、最近世界の状況は変わってるじゃないでしょうか。ヨーロッパ見てみてください。この6月の欧州議会選挙でね、フランス、イタリア、ドイツを見ても分かります。フランスではあのルペンという極右と言われた政党 RN 国民連合、あそこがなんと 32% の得票をしました。マクロンの与党はその半分の得票しかしなかった。もう一番党、票を取りました。それも極右と言われて、極右が伸びたということがまたお騒ぎになっています。なんで国民が一番支持している政党が極右なんでしょうか。マスコミが極右と言ってるだけなんですね。そしてドイツではドイツのための選択肢、これが前の与党だったセーデウに次いで2位になりました。でこれも極右と言われています。危険な極右。そしてイタリアではあの女性のメローニさんが今総理大臣、あのメローニさんの政党は FDI という、これはね、イタリアの同胞と言いまして、この政党も極右と言われてきたんです。なぜ極右と言われる政党が総理大臣を出すんでしょうか。総理大臣を出した政党がなんで極右なんでしょうか。メディアがいかにですね、自分の国が大切だ、トランプは今アメリカで一番支持を受けてますね。このトランプもアメリカファーストを言ってます。どの国でも自分の国がファーストだという勢力が伸びている。これには理由があるんですね。私が先ほど言ったように、冷戦体制が崩壊していこう、世界が特定の大きな、我々はこれをグローバリズムと言っています。グローバリズムと言われる勢力によってアメリカという国を使ってですね、彼らの利権追求、結果として格差は拡大してますね。もう世界中でこの同じような現象が起こっています。一部の人たちに富が集中し、多くの人たちが豊かにならない、あまりにも露骨にそれが出てきました。日本でも私たちが稼いだ富はアメリカに流れる、海外に流れる、そういう仕組みに改革したのが
経済構造改革と言われたものです。私は当時大蔵省にいまして、あの郵政民営化おかしいと思っておりました。何のための民営化か全然理屈がありませんでした。多くの国民はあれが行政改革だと思っていたと思います。しかし郵政は国がやっていた時代から独立採算、税金が一銭も入ってないんです。全く行政改革の何の関係もないんですね。財政投融資の原資が郵政に入る、ゆうちょ官舗に入る、そしてそこから官僚の肥大化につながっている。でも私は大蔵省にいてその財政投融資の改革を党にしていたんです。もうね、ゆうちょは官舗のお金が自動的に行く仕組みをもう切り離しまして、財政投融資の原資は自ら国債を市場で発行して調達しなさい、ゆうちょは官舗の市場で国債を買うマーケットの参加者の一部に過ぎないようにしたんです。で、そうやっていてそこの面も改革が終わっていたのに、郵政民営化って一体何のためにやるのか誰も説明できない。財政投融資改革のことを知らない人がほとんどでした。そういうことはメディア報道しないですね。一銭もこのね税金が投入されていないことも多くの人が知らないんですね。そしてただ小泉さんのね、自民党をぶっ壊す改革だというその言葉に国民が拍手喝采したんですが、中身は何にもなかった。じゃあ何のためにやったのか、もう当時から見えすぎていました。ゆうちょと官舗に集まった日本人のなけなしの貯蓄をアメリカのシティバンクとか、あるいはあのウォール街が自分たちが運用できるようにしよう、そのための民営化であることは目に見えていました。それに反対したと分かっていた政治家もいました。平沼武夫先生がそうでした。石原慎太郎さんと平沼武夫先生が作ったのが、これが立ち上がる日本だったんですね。私のね、いわゆる恩師の一人です。で、その方は反対だと言って、そして自民党から除名されましたね。除名って言いますかね。そして刺客を立てられて、劇場型の選挙があの時から始まりました。で、そうやって選挙を劇場化し、そして国民の、これこそポピュリズムですね。国民から拍手喝采を受け、そしてアメリカの資本に資するような改革をするということが、これが構造改革の本質なんですね。で、これ分かってる人は結構分かっています。私もそういった話、アメリカは民と官、政治家とヘッジファンド、そういうのが一体となって世界中で戦略を行使している、そういうことを私は主張していました。でも主張するなと言われました。なぜなら命が狙われるぞと言われました。命が狙われるということは本当のことなんですけどね。で、そういうことがね、私も見ていたんでよーく分かりました。だからこそ私はこんなのは陰謀論じゃない、陰謀論という人たちは全く無知である、ただの無学を、ね、白状しているようなもんだと、新聞やテレビに出てくるあの評論家たちを見ていてももう情けなくなります。のとにかくウクライナ万歳、今回のウクライナ戦争だって誰が起こしたのかという話があります。この間イギリスでファラージというですね、イギリスには保守党と労働党のもう一つ政党があるんですね。このもう一つの政党、第三の政党のファラージ党首、もちろんウクライナ戦争はプーチンが悪い、しかしプーチンにああやって侵略をさせた勢力がいるのは間違いない、これは NATO 側であり西側であるというふうに言った。そしたら早速叩かれてます、ファラージさんがですね。つまりイギリスにとっては、あるいはアメリカにとっては自分たちの戦争です。で、自分たちの戦争だからプロパガンダをやります。日本も昔アメリカと戦争していた時に鬼畜米英と言ってたじゃないですかね。それと同じなんです。で、そういったところと私たちは距離を置いて、ファラージさんが言ってたことは実際正しいんですね。あ、ようやくね、イギリスの政界でもね、その党首クラスの人がまともなことを言ったなと思ったんですね。だってプーチンのインタビュー、独占インタビューご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが、日側の報道と全然違うことを言ってるんですね。で、そういう真実というのがあるんだ、世界は報道されていないところに実際の真実があるんだってこと、身をもって感じたのが私の経験でありました。だからこそこの本当はどういう状況に日本が置かれているのかということをみんなで学んで、みんなでこれをね、世論をね作っていこうじゃないかと、でこれが必要だと考えました。次世代の党、あの党はなかなかね伸びませんでした。しかし全員
衆院選で落選した後、私は考えたのは、みんなが世界の真実を学ばないといけない。そこから参政党、神谷総平氏と出会って一緒に作ろうということになって、この政党を作ったんです。ですから参政党の人たちは、今党員の人たちは、おそらく党員でない人に比べると平均的に見て、に世界のことを一番よく知っている集団だというふうに思っていただいて間違いないと思います。あの例のこの4年間日本を悩ませた問題が、世界を悩ませた問題もありました。ここでも本当のことは本当に伝わっていませんでした。特に日本には伝わっていなかった。そして気がついた人たちが立ち上がって、ね、日比谷公園に何万人も集まったことを、ご通行上の皆様ご存知でしょうか。5月31日に日比谷公園に何万人もの国民が集まった。しかもどっかが動員したんじゃないんです。これはそれぞれ皆さんが危機感を感じて、全国、北海道から沖縄から手弁当で一言ね、政府に言わなきゃいけない、あるいは大きなグローバルな勢力に言わなければいけないという人たちが集まったんです。何万人も集まって、これはものすごい光景でありました。私もあそこで演説をさせていただきました。しかしこれだけのたくさんのデモが起こっても、一行も新聞には書いてない、テレビにも全く報道されていない、驚くべき現象が起こっているんです。数十人あるいは数人でも集まっても、最悪のデモだったら報道します。しかし国を思って自分たちの命を守ろう、健康を守ろう、自由を守ろうと思って、普通の人が、国民が何万人も立ち上がっているという現象を、特ダネですね、これ他の新聞社が報道してなかった、なのに報道していない。あるテレビ局、大手テレビ局の記者がこう言っていたそうです。これは私の友人から聞いた話です。その友人の友人だそうです。だから本音のことを言ったそうです。自分はあのデモを見た、これは記事にしなければいけないと思って書いたら、なぜかもみ消されたということなんですね。この一字を取ってみても、私たちがいかに偏った情報のもとに置かれているかということが非常によくわかる現象ではないでしょうか。そして残念なことにですね、この今の4年間世界を悩ませた問題について、真実を述べると言論弾圧をまともに受けます。あの YouTube という手段がありますね。まあ今回私が話している内容も YouTube で流されますので、規約を守らせていただきます。ですからこれ以上言えませんと言えばわかると思います。そしてなかなか SNS では発信できない、そこで日本の国産のプラットフォームがありました。角川がやってるニコニコというのがありました。なんとサイバー攻撃を受けて2ヶ月間配信機能停止ですね。まあ因果関係は分かりませんけどね、なぜあれが起こったか分かりませんが、結果として今このメディアが報じない正しい情報、この4年間日本で世界で何が起こってきたかについては、どの発信媒体でも正しい情報を発信できなくなっているんです。恐ろしいことが今起こっている、世界的に世界レベルで起こっています。しかしですね、日本の国会はどうして何をしているのか、この今起こっている言論弾圧一つをとっても、メディアの偏向報道一つをとってみても、何にも報道してない、何にも議論していない。そしてヨーロッパで起こっている、アメリカで起こっている新しい政治の流れ、国民意識の変化、ヨーロッパでは移民問題が非常に大変な問題になっています。ハンガリーのオルバン首相がこの間、ベルリンに来てこう述べたそうですね。ドイツのベルリンに来て、ドイツは10年前と匂いが変わったと言っています。なるほど、私もドイツに昔住んでおりました。あの古き良き健全な勤勉な国民性のドイツはもう今やないという話を耳にします。私も10年前にベルリンに行ってからドイツに行ってません。まあ、今回行ってみたらオルバンと同じように、あ、ドイツという国の匂いが変わったと感じるってしまうのかもしれません。これは心あるドイツ人は内心で心配しています。しかしこれを表立って言えません。なぜならば、お前は反移民主義者だ、民族ドイツ民族至上主義者だ、ネオナチスであると
ナチスのように言われてしまう。だから彼らも正論が言えないんです。正論が言えない中で、これはそれをね、帰化としてどーっと移民が入る政策が取られてきました。メルケルさんが総理大臣だった時にたくさんの移民がドイツに入り込んで、すっかりですね、ドイツの街は変わってしまったと。このことに対してドイツの国を守ろうではないか、 AfD というドイツのための選択肢がこの間 CDU という保守政党に次いで2番目の得票を欧州議会選挙にしました。今のドイツの与党である SPD と緑の党は大敗をしました。つまり国民はやはり本音で自分の国が大切だという当たり前のことを投票行動に表してきたんですね。表し始めた。このことが極めて重大な大きな政治潮流の変化であるにもかかわらず、メディアが報じないばかりか、国会でもこのことについてまともに議論すらされません。なぜか国会に自分の国が 大切であるという政治勢力がないからです。だから勉強している国会議員がほぼ皆無なんです。私たち参政党が言っている反グローバリズムという世界の潮流、自分の国が大事だという当たり前のことを言う勢力が国会にないんです。これは現実にそうなんです。驚くべきことなんです。日本の国会に日本の国を大事にしよう、伝統を大事にしようというね、あの自民党は保守ではないかという人がいます。果たしてそうでしょうか。保守であれば自分の国の伝統や文化やね、そういう歴史というのを非常に重視するはずですが、そして自民党にも保守派と言われる人たちはいました。私が昔次世代の党で一緒にやっていた山田博さん、杉田水脈さん、そういった方々も自民党にはいらっしゃいます。しかし彼ら彼女ら弾圧されるんですね。自民党の中、思ったように発言がどうもできないような雰囲気をちらちらと聞いております。昔の同志ですからね。そしてその自民党は今回政治資金の問題ありました、パーティーの問題もありました。パーティー券の購入の公表金額を20万円以上から5万円以上に引き下げるのに、あれだけ大騒ぎをしました。10万円以上まで引き下げるのに、あれだけ党内で大変な議論をし、そして岸田さんが最後に公明党との取引で5万円まで下げた。麻生さんが怒っちゃった。岸田おろし、はい、頑張ってね。麻生さんが岸田おろしに今やり始めちゃった。5万円に引き下げたら党内で政局が起こるぐらい自民党にとってはまずい、自民党にとってはまずい話なんですか。公表しちゃいけないんですか。そんなに公表されたら嫌なことが自民党にとってはあるんですかということですね。いやーどうもね、中国系の企業がたくさんパーティー券買ってるんじゃないの、だから分散して分かんないようにしてる。その分散が作業が大変になる。1000万円買ってもらったら20万円以上だったら50社に分割すればよかったですね。ところが10万円にすると100社に分割しなきゃ、5万円にしたら200社に分割しなきゃいけない。これは大変だということでもあるのかな。どうもあの今の総理大臣の派閥にはたくさんのあちら系の方々がいらっしゃったという話も聞く。つまり外国勢力に自分たちの魂を売ってしまっているのが日本の保守と言われている今の政権与党、全く保守でも何でもない。日本という国に独自の軸足を持つ政党でなければ保守と言えるのかということがあるんです。参政党はその意味では本当の意味の保守の政党だと思います。なぜなら外国勢力には一切依存していない。どこに依存しているか、国民にしか依存していません。さっきも党員が言ってました、我々党員が党費を払って運営されている政党です。パーティーをやってもね、あの講演会をやるんですね。8時間ぐらいやるんです。その講演を聞きたいというこの国を思う人たちの個人がみんなパーティーに来ている、企業団体ではありません。つまり外国勢力の付き入る余地がない政党なんですね。公認するときにもそうです。候補者を公認するときにも日本人であると、代々日本人であるということで、ね、かなり重視して選定をしています。つまり本来の日本に軸を置いた政治を作ろうということを実践している唯一の国政政党なんですが、しかしここお通りになっている方々で参政党、今もね看板をじっと見ておられた方がいらっしゃいました。
こんな政党あるの、聞いたことないですね。多分そうだと思います。まだね、7、8割の国民が知らないと思います。参政党って何だろうと思っている人が多いと思います。なぜでしょう。メディアにとって都合の悪い政党だからです。メディアにとって都合の悪い政党、それはどういうことでしょう。日本の国が大事だということを言ってるから、メディアにとって都合が悪いんです。あるいはこの4年間世界中を大騒ぎさせて、多くの欧米の国民は気がついているけれども、まだ日本の国民が気がついていないことについても真実を言ってしまうからです。私がネオコンの話をしました。ネオコンの利権あります。これをこうやってついている唯一の政治勢力だからであります。ウクライナ戦争の真実、これについても日本で唯一、欧米では分かってる人は分かってるんですね。でもそのことを日本で言ってる唯一の政治勢力だからであります。そういう政治勢力は徹底的にメディアが報道しないようにしている。これも明らかなんです。全国あちこち遊説しますと、記者の皆さんは結構一生懸命聞いてくださってます。応援してる記者も多いんです。だけどデスクで跳ねられるんですね。こういう構造に日本が置かれていることに対して、多くの国民が怒らなければいけない。しかし怒るためには事実を知らなければいけない。だからまず私たちはこうやって事実を少しでも国民に伝えようとして、こうやってお話をしているんです。そしてお話をした上で、日本の本質的な問題はどこにあるかということをこうやって訴える。国会が機能したいんだったら国民で声を上げてしかないんです。で、国会が機能していない一つの大きな問題、これを証拠として今申し上げたいと思いますが、この間岸田さんが G7 サミットというところでイタリアに行ってまいりました。日本ではまともに報道されていませんが、そこで決まったことがいくつかあります。一つは、ロシアの中央銀行の凍結資産からの運用収益、これを使おうと、ウクライナ支援に基金を使って、そこに各国は融資をする。早速アメリカは 7.8 兆円の融資を決めました。この融資したお金をウクライナに贈与して、アメリカからの武器の購入に充てる、軍事産業を潤すですね。で、これって返済が本当に保証されているでしょうか。ロシアの凍結資産はもともとロシアのものですからね。そこからの運用収益を横取りする話です。もしかしたら戦争が終わったらこの資産からの運用収益は使えないかもしれない。その時に日本の出番がある、こういう約束を、なんと岸田さんはこの間アメリカに行った時に共和党とやってきてます。民主党ともやってます。密約を結んでます。日本が保証します。だから融資だったらということで、共和党はウクライナ支援予算を連邦議会で反対、あれだけ去年から反対してたのが急に通ったんですね。つまりこのことが将来の日本の国民負担につながります。そして G7 サミットの後に、今度は、このね、平和、まあ、ウクライナ平和会議とかいう名前の、まあ、ロシアと中国は参加しなかったんで実際は何の成果も上がりませんが、これゼレンスキー中心だったんです、ウクライナですね。そこで岸田さんはゼレンスキーと何を合意したか、日本とウクライナの安全保障協定10年間、これを結んでるんです。日本のメディアが報じたんじゃないんです。誰が言ったの。ゼレンスキーが自分で X で明かしてるんです。なんで日本のメディアが報道せずにゼレンスキーの X で他の人が知るようになるんでしょうか。おかしいと思いません。で、今年の間に7000億円出すともう約束しちゃってるんです。今年の間に10年間やったら、まあ今年とあと半年ですから、これ極端なこと言うと1年の年間ペースでは 1.4 兆円、7000億円かける2で 1.4 兆円かける10年間で14兆円、分かりません、そこまでいくかどうか。しかしこの話を日本国民知らされてるでしょうか。いつの間にか自分たちの懐に手を突っ込んできてるのがこの岸田さんがやってること。このことは民主主義の危機です。国会議員何やってるんですか。国会議員というのは国民が新しい税金を取ると、国民にちゃんと断れということで議会というものがイギリスで昔できたんじゃないですか。
一番やらなければいけない仕事を国会議員は全くやってないところ、それどころか自民党の大臣クラスの人までこういった事実知らない。まず事実を知らない。何を勉強してるの？700何十人もあれだけ高い歳費をもらってこんな大事なことを知らない人が国会議員の大半を占めてる。だから審議をすることもない。一番やらなければいけないことを怠って何をやってんのこの人たちは。今回の政治改革が通常国会の最大の成果であると言ってることになってます。本当に成果ですか？かえって政治に対する不信感を募らせてるんじゃないでしょうか。なんで10年間も公開できないのか、なんで20万円を5万円にするのにそんなに大変なのか、多くの国民がこれなんか隠してるんじゃないのと逆に不信感を強める結果しか残してません。そのことに国会のエネルギーを使って一番やるべき日本の国民の税金をどうするか、日本の国をこうやって売っていいのか、この基本的なところ、国家の基本的なところを審議もされないし勉強もしていない。これが今の国会の実態なんです。だから私は大蔵省時代からの経験も踏まえ、そして衆議院議員をやった経験も踏まえ、そして本当に日本に形式のある国民の期待できる政治を作るためにこうやって多くの方に賛成党があるとメディアが伝えようとしないんで、だからこそこうやって連日のように街頭に立っております。本日もこの後鎌倉駅前の方に参りまして、私もさらにいろんなことをお伝えしたいと思っておりますし、明日は山梨の甲府の方に行ってまいります。そうしながら少しでも多くの方に日本の真実がどこにあるのか、何を私たちは議論しなければいけないのか、そして来たる衆院選いつあるかわからないけど、そこで選ぶべき国民の選択肢は何なのかを考えていただかないと日本の国はもしかしたら終わってしまうかもしれない。それぐらいの瀬戸際に今ある。そのことを皆さんに知っていただいた上で日本の国をきちんと次の世代に残していくための選択をしていただく場として総選挙を迎えられるようにしたいという思いでこうやってお話を続けているところであります。そろそろ時間が参りました。湘南台駅ここでも何度かやらせていただいております。また参りますのでその際にはぜひお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。